僕の心を。そう、この曲実はすごい気に入っててロジャー・リンのテンペストをもう今回、まあ前から使ってたけど、今回はもういよいよ大活躍したなっていう手応えをかなり感じている。ドラムの音とか、あとはこう長めのシンセみたいなシュッシュッみたいな音とかも全部作ったやつをそのまま採用してもらったから音源聞いてすごい嬉しかった。生ドラムだけじゃなくて、ああいうところでもこう自分の表現したいものがちゃんと作れたから